してない。こんな顔ひもがあったら早く来い。むかつくなんか。違う、間に合うと思ったら。は？間に合うと思ったら。全然間に合わなくて、席に乗り上げてる。なんで席に乗り上げてる。あ、今日電信柱にの鏡ぶつけてから、あれが効かない。なんでか。アイコスもないから、もうそこに保ってて。くっさいし。最悪な一日です。続き最悪でした。すごいですね、朝から。朝からこんだけ最悪ってないですよね。あと、むくんでもいるしな。むくんでもいるしな。ひどい顔してる。ああ、おかしい。カイリーさんって誰か。カイリーさん、カズキ間違えたな。カイリーさん。あ、いいの。じゃなかった、サキコさん。いいの間違えた。おはおはです。おはよう。旅人っぽいね。あれ、サッコだ。みんなの残念感が半端ですね。まだ2週目だけど、まだ残念パン、残念感なんだもん。慣れて、そろそろ。あと1ヶ月続くんですけど。皆さんおはようございます。今日は朝からご機嫌斜めのサッコでございます。あ、ご機嫌はいいんですよ。どうつく最悪なことはよくあるので、慣れてます。キモい。あ、台本がない。あ、もういつなんだろう。あ、おはようございます。行く。時刻は8時を回りました。 FM ギノアンを聞きの皆さん、おはようございます。この時間はですね、はい、ミーノーさんの代わりに私が、そして代打の代打コンビ、あら、いいですか。あ、はい。あ、はい。おはようございます。おはようございます。あら、おはようございます。はい、山内さん。山内です。はい。そしてサッコが、はい、9時半までお届けしたいと思います、うん、そうです。モーニング8、はい、息切れでございますが、はい、ギリギリでしたね。はい、私はもう、いつもギリギリです。いつもギリギリですね。ギリギリ飲んのですもんね。はい、生きるのにもギリギリ。はい、朝ですからね、こんな話やめましょう。ということで、ということで、やめて、何かあるんですか。この番組は、宜野湾市旧な宜野湾ヒルズ通りにあります FM 宜野湾のスタジオからお届けしたいと思います。言ってしまった、最初に間に書いてあること。皆さん、コメントもいっぱいありがとうございます。はい、なんかもう本当に出だしからしどろもどろ、むちゃくちゃですね。はい、気を取り直して、そうですね、ちょっともう最初から行く感じでいきましょう。皆さん、おはようございます。おはようございます。本日のお相手は、代打コンビ、はい、はい、サッコ&山内、はい、都合のいい女と便利男、 ATM 男。あ、ATM。あ、私、山内さんからお金もらったことはないんですけど。あぎじゃみよ、あぎじゃみよ。 ATM ってお金出すだけじゃないんですよ、おごったりいろいろ。ああ、あなた僕にいっぱいおごられてますよね。はい、ギリギリですから。大体ギリギリですから。私は、いやいや、そこで出さなくても。ですね、この2人で今日はお送りしていきます。というのも、はい、ミーノ、本当はね、火曜日は、うん、あの又吉ミーノっていうイタリア系美女、本当ですよね、はい、がいるんですけども、ちょっとね、お仕事の都合で、うん、あ、お仕事の都合だっけ、ちょっとやばいあれでしたっけ、うん、やばい、言えない、ちょっとね、うん、言えない、あの、いろんな事情があってですね、はい、今月いっぱい、はい、お休み、はい、ただですね、なんと、うん、明日やってくれるって。あ、そう、うん、ミーノ、あ、やった、やったね。皆さん、明日ですね、久々にミーノが
出てきますので、うん、はい、ぜひですね明日も、はい、あ、明日聞いてください。今日も聞いて、ずっとあと1時間半あるから。そうですね、長い長い。この後9時半まで生放送で、うん、宜野湾の情報とかですね、いろんなお話を皆さんと絡んだり、はい、絡んだりですね、はい、していきますので、楽しく爽やかにお送りしていきます。はい、また後でツイキャスも拾っていきたいと思いますので、はい、あ、ひふみさん、じゃあ明日ねって。違う、真に受けないで。そこは違うだろうでしょね。え、うん、それみんのさん出家するんですかって。出家、うん、出家、あー、出家ね。いや、そこだったんだ、うん、違います。明日来ますよ、まあ、明日の聞いてみましょうか。そう明日ね、何が原因なのかっていうね、はい、言えるか分からんね、本人ね。言えんはずよ。じゃあ僕が言いますぶちまける明日。じゃああれでいいんじゃないですか。明日ぶちまける。テーマぶっちゃけでいいんじゃないですか。あ、いいですね、勝手に決めましたね。じゃあ明日はテーマぶっちゃけ で全然違うのぶっこんでくるんでしょうね。はい、ということで今日の早速テーマいってみましょう。テーマいきましょう。今日のテーマは境界線。はい、出ました、境界線。境界線、はい、なぜこのテーマなんですか。山内さんから朝ラインが来たからです。今日のテーマは境界線になってね。ですね、うん、この境界線、僕はですね実は境界線がない方が好きなんですよ。はい、ボーダレス。はいはいはい、わかります、うんうん、例えば海も海と空の境界線が見えない方が好き。嘘、見えた方が好きなんだけど、違うかも。夕日ってあるじゃないですか、夕焼け、はい、あれってなんか境界線がない感じね。ああ、するする、うん、だからそういうのは好きなんですけど、うん、とか男の女の境界線はいらないとか。でもね、意外と考えたら、そんなやって考えてたら、いや、いるよとか、男と女の境界線僕はあった方がいいと思ってますから。でも中間がいる人もいていいね、うん、じゃない、僕は女が好きですか。あ、山内さんの中ではそう境界線はあるけど、あるけど別にな、世の中的にはなくていいと思う。そう、うんうん、だからそういう話ですね、うんうん、その好きになる境界線とかね、食べ物とか、はい、例えば、うん、コーヒーはいつから好きになったのみたいな境界線があると思うんですよ。最初は苦いだけでしたからね、とか、はい、あとはですね、そのOK するかどうかの境界線ってもあるじゃないですか、これ別に何でもですよ、はいはいはい、例えば仕事を振りますと、昨今に、はい、したら OK するかどうか、今日例えば代役とかね、うんうん、ね、そういう境界線、ね、境界線はあなたはどこにあるのかみたいなね、はい、皆様ぜひ送ってほしいですね、はい、境界線、うん、何の境界線でもいいですもん。そんな境界線も越していきましょうなんて朝から言ってますが、ということでこの番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しています。はい、メールアドレスは、うん、797@fmginowan.com。 はい、ツイキャスの回覧がどんどん減っていくって、はい、797@fmginowan.com、ね、はい、また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信していますので、そちらからもどうぞお聞きください、うん、ということで、はい、はい、今日も元気にいきましょ う。それではここでオープニングナンバー、これだ。本日のオープニングナンバーは電波少女クビナワフューチャリング僕のリリック棒読み。じゃあ、つるくんはもう10分ぐらいで仕事行くんだけど、なんかこのタイミングで言われたらちょっと切ないね。だからよ、切ないわ。みのさんもしかしておめでとうじゃないですかね、山内さん。違う、それは言えます。ケンシロウさん、久しぶりに見たらみのじゃなかった。はい、今日のテーマ発表した。ひぐみさん、今日のテーマは境界線です。グレる、グレないの境界線とか。ああ、じゃあそれは話します。コメントも拾いつつ、境界線、境界線です。境界線、そうそう、自分の中で太ってる太ってないの境界線とかね。ああ、虹は分かるとかね、今言わない、今言わない。あと今日例えば履いていくパンツの境界線とか、ね、分かりますね、何を選ぶかみたいな。あ、とかも適当なんですよ。あの、あ、
あ、でもどうでもいい男と会うときは全然気にしないけど、ただそこです、どうでもいい男と会うこのデート OK の境界線だね。あー、うん、デート OK やりたいかどうか、今言うの言ったような言ってしパンツに境界線あるの？あるんです。ゆくみさん OK ある？パンツの境界線はあるけど、パンツにはない。どういうこと？まなみんさん、浮気の境界線。あ、いいね、浮気の境界線とかね。これ一番ですね、多分、議論になるの。うん、好きなこと。だからさ、今日その境界線っていっぱいあるわけでしょ。だからそれを区切って、トークテーマやっていこうかなと思っております。はい、境界線を作るんですね。いやだな。ひよりおはよう、石ころさんおはもっこり田岡さんおはようございます。あ、ディナークルーズ行ってきたんだ、ひふみさん。お、どうでした？後でこれ読んだ方がいいですね。そうだね、すごいカイリーさんがすごい気になってるだけですから。クリューさん、久しぶりですね。タイミングのいい話だな、話題だ。境界線があったんですね。こういうちょっとジャンルを絞ってさ、はい、やろうかな。でみんな仕事行くんですよね。ちょっと仕事してくる。みんなちょっと仕事してこないでください。サボってください今日。うん。久しぶりやね。元気でしたか。元気でした。ありがとうございます。ひふみさん、バイク便長くなる日のパンツは。ねえ、時刻は8時11分を回りました。この時間は FM ギノワンよりお天気、道路交通情報をお伝えいたします。はい、まずお天気から、うん、10月3日、今日父さんの日かな、違う、ん、うん、いいですね。なんで今日何の日ではないですよね。思いつきで何でも言わないでください。ごめんなさい、はい、北の風、うん、日中は北西の風晴れ、そして夕方から曇るでしょう。波は 1.5メートル、降水確率は 10%、 日中の最高気温は31度となっております。今日はもう最高のドライブ日和ですね。今日気持ちいいでしょうね。うん、僕はちょっとね、今日外回りなんでやったーと思ってます。今日外回りなんですか？出勤なんですけど。出勤日、うん、あら、本当ですか？だって出勤しないと始まらない。ほら、本当は休みたかったんですから今日。本当ですよ、午後から。はい、はい、そして、だからね、ちょっとあれを変えて、目先を、うん、もう出勤ってやって、それを楽しもうと。ドライブ、そう。はい、沖縄本島地方は高気圧に覆われて、うん、晴れています。そして、はい、3日から4日にかけての沖縄本島地方は、うん、概ね晴れますが、ところにより一時雨が降るでしょう。はい、はい、ということですね。まあね、でも雨降りそうにないですけどね。雲がね、ほとんどないんですよ、このギナ湾から見える、うん、全くないですね。空ですが、いや、ちょっとね、薄いのはあるわけさ。だけどこの海もないでて、うん、すごい今日はのんびりとまったりとするいい一日だと思いますよ。はい、いい一日ですね。はい、皆さん、だから仕事なんてしてる場合かっていう話ですよ。うん、どう思いますか？どうします？じゃあ今日は仕事の話なしで休みにする？絶対ですよ。絶対休みにしてくださいよ。じゃあごめんごめん、はい、休めないでしょ放送局は。はい、はい、続いて道路交通情報をお伝えします。まずは
高速道路沖縄自動車道ですが、うん、今の時間目立った混雑渋滞ありません。全、はい、線スムーズに流れています。一般道ですが、こちらはもう渋滞あちこちで見られています、はい、国道330号、一新田から瑞慶覧にかけて、うん、ライカム向け、そして普天間向けで渋滞と混雑が起きています。一新田から瑞慶覧にかけて、ライカム向け、一新田向け、普天間向けで渋滞、混雑が起きています、うん、また、同じく国道330号、公営の交差点でこれは渋滞、もう長い渋滞続いています。また、ですね、大平から古島にかけて渋滞と混雑が続いています。これはいずれも那覇向けでございます。また県道34号線前原交差点から大蛇根にかけて、長い渋滞がもう発生しております。はい、また国道58号線大蛇根からぐすくままで那覇向け、長い渋滞が続いています。さあ今日もですね、あちこちこの時間渋滞が見られます。皆さん気をつけて運転してください。はい、さあいいですか。はい、以上以上、この時間は、昨日はよりダメだ、今日ダメだ、道路お天気交通情報でした。さあ、ですね、今日のテーマ、はい、今日のテーマどうしたんですか。境界線です。境界線ですが、はい、皆さんまだまだ、メールコメントお待ちしております。はい、ですね、はい、この境界線ちょっと難しいかなと思うんですけど、うん、どうですか。いっぱいありますよね。いっぱいあります。さっきね、まなみんさんから来てた浮気の境界線だったり、そうそう、これはね後でちょっと話しましょうね、うん、で、浦添ののりさん、俺の境界線、はい、体重75キロ超えちゃってるよっていうことで、自分のさベスト体重の境界線もあると思うんですけど、昨今、うんうん、は今何キロですか。今は49なので。本当本当、最近痩せました。50切ったらデブですもん。デブっていうか私の中では50切ったらデブ、太ってる時です。逆じゃない、50超えたらでしょ。あ、50超えたら、あ、はいはいはい、うん、ですかね。50超えたらデブ、はい、私もいつも行き来してるので。あは、変動が、何キロからですか。僕はね今66なんですけど、うん、まあ、7行ったり6行ったり してるわけさ、うん、68以上がやっぱデブですね。あ、自分の中で自分のこの身長と、そうそうそう、あと感じ、なんていうの、わかります、わかります、洋服の感じとかね、洋服の感じ、ズボンの感じ、あとパンツの感じとかね、うん、もうボクサータイプなんでパンツが食い込んで嫌になるわけ。あ、68超えたら、不思議なもので68超えたら、ちょうど超えたらそうなる。少しでもね。あ、じゃあ分かりやすいんですね。分かりやすい、あ、いいですね。じゃあいいんですよ、うん、という感じではい、という感じで皆さんぜひぜひですね、はい、絡んでやってください。はい、よろしくお願いします。はい、メールアドレスは797@fmginowan.com、797@fmginowan.com です。さあ続いてシェリル・クローで If it makes you happy。 なんで68歳やねん。キレの悪いあれをやりましたね。キレの悪いツッコミをしましたね今最近ツッコミが難しいんだよな。ツッコまれたいんじゃないですか。いや、ツッコみたいです。今日絡みづらいな。そうなんですよね、最近朝絡みづらいですよね。ただただ頭が回ってないですよね。あなたな、疲れてますか。はい、あんなに休んでるのに。一応もしかしたら墨が欲しい人がのんびりした。そう、和樹さんシェリルクロー好きなんです。いいですね、そういうクリューさんみたいな、こんな質問でもいいです。あの境界線を話し合いましょう。皆さん、じゃあコメント拾い、あ、
あの日コメント拾ったりテーマ言ったりいいですか。皆さん、サッコーが疲れています。どうにか励ましてやってください。休みが欲しいって。はい、 OK。 土日休み、土曜日休みがないんです。土曜日今度休みだろ。好きです。嘘、なんで今週。なんで金曜日運動会だから休みって言って。あ、金曜日じゃ休みやし。金曜日俺とゆきちゃんだけだよ。でも琉球もないし。あ、そうなんだ。あら、口やりますね。でもほら、午後から結構怒涛のあるじゃん。俺9時まで結構あれですよ。今日だって今月からもう政治の番組も始まるから。うん。さっこちゃんと仕事できてるのねって。サボるタイプではないですね。上手に。皆さんリクエストもお待ちしております。今日は何でもいいですよ。こっちが上手い人の境界線。ああ、仕事してる場合だよってもう正論で来られたら何にも言えねえ。塾のある内容はないですよ。あった。そうそう。サリーちゃんの場合は？ん？サリーちゃんの。サリーさんのやつ書きましょう。うん。俺サリーさんのやつよく聞いてます。そうなんだ。よく書けてる。書けてる。番組で。あ、そっか、境界線で一つは限らないよ。どういうこと？境界線、豆腐の日だったので。ちょっと調べてみます。お送りしたのはシェリル・クローで If it makes you happy でした。皆さんリクエストもお待ちしております。ぜひですねコメントメールなどでリクエストしてください。それでは CM です。境界線をメインに仕事してます。どういうこと？うわ、ちょっと危ない系。境界線警察テンションの低さよ。結構テンション低いんだ、やば。ひばりちゃん、テンション上げてくださいよ。はい、ケースケース。じゃあ今ちょっと、はい、やってみて。テンション上げてみて。今日何ですよ、何でしょう。ん、昨日ね、一発芸やってました。あ、ありがとうだ、ありがとうございますだったんじゃん、なんか。あ、あれっす。早くやって、ちゃんと本気で。山内さんが昨日すごいハマってたんですか。ハマっていないけど。ちゃんとこれ撮ってから、はい、始まる。もう早く、はい、あやす、全然面白くない。山内さん全然面白くなかった。
か伝わらない。どういうこと？時刻は8時23分を回りました。それではこのコーナー、はい、行ってみましょう。行ってみましょう。あ、エコー要求ね。はい、じゃあ行ってみましょう。今日は何の日です。はい、あ、これないんでしたっけ。はい、はい、ということで今日は何の日のコーナーです。そうです、はい、うん、まずはですね、沖縄手帳からお伝えしていきたいと思います。はい、10月3日水と井の日、旧暦の8月14日、水の井と日、水のと井の日ですね。なるほど、はい、うん、なるほど、はい、うん、今日のですね満潮時間、うん、6時2分、そして干潮時間が11時41分、ね、11時41分、はい、はい、そして今日はですね、今日もあんまりないんですよね、うん、何が、あの記念日が、お、そうですか、はい、うん、統制ドイツ統合、ん、1990年の今日ですね。なんて、統制、統制、はい、ドイツ統合、あ、ドイツ東西ね、東西ドイツが統合ね。はいはいはい、東西ドイツが統合だそうです今日ですね、うん、そしてですね、うん、ネットからも見ていきたいと思うんですけれども、はいはい、今日記念日が本当にないです。え、ネットも？ネットもない珍しい日ですね。そう、父さんの日は全然なかったですね。あ、本当？なんか父さんの日、うん、あ、やっぱ縁起が悪いからかな。ああ、そっちの父さんですか。私お父さんの父さんでした。あ、わかるけど、あ、そうか、どっちも、まあまあまあ、あれか、歴史あるじゃないですか、一応いっぱい。一応ね、歴史はですね、うん、イギリス初の原爆実験1952年、そして日本武道館が今日から始まった日1964年。おお、日本武道館って僕行ったことないんですよね。私もない。行ってみたいね。ね、大きいんでしょうね、うん、多分ね、大きいんでしょうね。そしてフジテレビでですね、うん、男はつらいよの放送が始まる。はい、そしてやがて松竹で映画化され、前代未聞の人気シリーズ映画になる1968年、トラさんが始まった日。トラさん私見たことないんですけど。見たことない？面白いですよ一応。そう、うん、なんかね、うん、なんていうのかな、水戸黄門的な予定調和な、この面白さ、うん、うん、あれに似てますね、吉本新喜劇みたいなね。そんな笑いの要素も。あ、笑いの要素もありますよ。うん、なんかゴテゴテの男って感じの。ああ、もうトラさんは美女に弱いですから。あ、あの上から行かない行かない。あ、そうなんですね。うん、一応物腰はちょっと江戸っ子でベランメイな感じなんですけど。ベランメイだけど美女に弱い。弱い。いいですね。見てみよう。いつもこういいとこでさよならされてしまうっていうね。僕と似てますね。そして誕生日ですね。アンディ・ウィリアムズ、1930年。そして山口泉さん、1954年。いつも思うんですけど、いろいろ飛ばして山口泉を選んだじゃないですか。今誰か分かるんですか。女優ですよね。分かるの。いや、大体ね、名前的に。だって今日はね、石田ゆり子さん、僕大好きな。どこに、あ、本当だ、石田ゆり子さんありますね、1969年。そして宮川大輔さん、うん、私の1950年。私のどういうこと。宮川大輔は私のです。どういうことでしょうか。私の宮川大輔さんファンです。そうですか。聞いてますか、ラジオ聞いてますか。ファンです。はい、そして誕生日、宮川大輔さんが聞かないと思います。そして誕生日、もみじ、うん、もみじ、花言葉は時勢、はい、これ私たちに必要な言葉ですね、時勢。はい、はい、あれなんですよ、石田ゆり子さん実はインスタやってて、はい、僕インスタで石田ゆり子さんとつながってます。だから何、あ、そんなこと言ったら私ビヨンセ。ということで今日は何の日のコーナーでした。さあ、ですね、はい、マスオさんから来てます。フォローしてるだけだろう。はい、サッコリクエストでございます。日賀サリーちゃん、19の春。いい、サリーさん上手ですよ。そうです、いいだけですよ。
こっちは大助花子師匠では私のですって何すかねバカリンさん、私のハイビスカスの花はないか。あ、トラさんのシリーズの。あー、交通戦争一日休戦の日。え、どういうこと。あー、この東西なんとかが違うよ。ドイツと違う。違うよ。多分武道館大きいですよトミーの日。ロックの聖地。トミーと松のトミーから。違うか。違うか。トミーと松って知らないでしょ。わかんない。もう名作ドラマがあったんですよ。トミーと松。今の人たちトミーと松も知らんからね。え。もう大好きでさ。トミーと松？そんなにいいんですか？うん、松は真っ黒で松崎しげるだけさ、トミーは色白でうっちゃんみたいな人だわけよ。で、松は真っ黒で弱いわけ、いつでも。トミーも弱いわけ。でもトミーは耳フィフィって動いたら強くなる。あ、待って、これ何ですか？ドラマ？ドラマ、ドラマ。ドラマで耳がフィフィって動く。動くわけよ。トミー、フィフィって動いたら死に強くなる。これはなんか自主的に動かすんですか？フィフィ。違う違う違う。こう手は使わないでフィフィって動く。手使わないで。あ、怒ったらフィフィってなるんだ。怒ったらでもないんだよね。何かされた。怒ったんですよ。あ、違う、なんかキーワードがあったね。お前男女だなみたいなこと言われたらフィフィって動くわけ。フィフィってなって、うん、強くなる。強くなる。ガーッて。ガーッて。でかくなる。戦隊モノの時のやつ。違う、普通のドラマ。面白かったよ。好きだはず。面白いと思う。うん。もうね、昔子供の時本当にハマってました。フィフィって僕。あ、え、今聞いたら、あ、ま、今見たらあるじゃないですか。あのダンスみたいな感じで。ダンス。ほら、最近ダンス。まあ昔はかっこよかったけど、今見たらダサく見えるやつあるじゃないですか。ああ、さっきの前みたいな感じの、コメコメのコメコメのシェイクヒップか、うん、シェイクヒップかっこいい、ダンスかっこいいよって言って、昨今に YouTube 見せたんですよ。そしたらダサいって言うね手山内さんも、あら、今見たらダサいね。今見たらちょっとダサかったなぁ。あのさ、CM の後ちょっとやっぱコメントとか拾って、はい、それから電話しようか。電話は、あ、こっちにありますよね、メールに。は？メール来てたやつ。うんうんうん。待ってよ、これ出したんだよ。あ、そう。ちょっとこうね、プリントアウトしてるか忘れてた。これ番号だけ入れといて。皆さん、今サッコーがハマっている本です。違う、これ昨日買ってもらったんです。カズコさん、後ろやって、後ろ、後ろがバーン、痩せてますからね、サッコこの人さ、びっくりしましたよ。前さ、なんだっけ、人間失格という本を読んでて、もう爆笑しましたあれ、高さこのチョイスかっていう石川拓木だっけ、あれ誰がですか、人間失格書いた人。違う、太宰治です。太宰治か。石川拓木の懐かしいのあれですよね、教科書で習うやつですよ。太宰治も習うよ。あ、おさむおさむの暗いか。てかね、え、細木和子
キャリアウーマンって違う違う違う。細木数子知らんのか、ラリーさんは。あ、知らないはず。ねえ。私がギリ知ってる世代だから。あのね、占い師がいたんですよ。超出てましたよね、超金持ちの。うん、あの今のマツコぐらいな感じで。あ、もっとすごかったじゃないですか、フィーバー。そう。うん。雨にも負けずを読みなさい。時刻は8時33分を回りました。さあ今日の、トークテーマは境界線。そうです、境界線でございます。はい、境界線で結構ねもういっぱいコメント来てるんですけど、そうそう、どっから読んだらいいんでしょうか。コメントも来ているので、はい、ちょっと紹介していきたいんですが、マナミンさんから来てたね、うん、浮気の境界線はどこですかということで。浮気の境界線どっからですか、山内さん。相手にがだよね、自分がじゃなくて。あ、じゃあ自分は、自分はやっぱり浮気でしょう、うん、何回も何回もそういうことをしたらですね。一回はじゃあいいっていうことですか。自分だったら、自分だったら。相手は、相手、相手はもうあれじゃないですかね、奥さんですよね、分かりやすく言えば。そうですね、奥さんが何したら浮気ですか。やっぱベロッチューかな。チューチュー、フレンチチューはいいんですか。フレンチチューぐらいはほら、だってキスマーがいるじゃん。ああ、別に OK。 酔っ払ったらチューしてくる人いるじゃないですか、うんうん、だからまあまあまあいいかなっていう。ただやっぱベロッチューはね、ちょっと気持ちが入ってないとできないからね。すごい緩い境界線でしたね、今話聞いたら。嘘、そうなの。え、私隠したら。隠したら何を。何でも何でも。この人と連絡取ってるのを、うん、私がもし相手に隠したら浮気かなって思います、うん、じゃああれはいいの。あの、ごめん、もうちょっと昨日そういうことがあってっていう言ったら大丈夫。相手ですか。相手は違います、私の中での境界線です。相手はもう隠したら、自分の中で隠したらってこと。はい。え、どういうこっちゃ。だからこの連絡をこそこそ取ってたり。あ、自分がね、ちょっと気になる人とこそこそ取ってたりしたらもう浮気かなって思ってるんですけど。自分が。はい。おほ、だって何ともない人だったら言えるじゃないですか。あ、まあね、話題のネタにもできるじゃないですか、うんうんうん、でもちょっとやましい気持ちがあったらできないから。わかる、そっから言えないよね。そっからがだから浮気かなって思いますね、私は。わかるわ、言えないわ。ちょっとさ、リアルな感じだと言えないよね、うん、ですよね、多分ね。じゃあ相手はさ、こう、相手は、あ、好きの度合いにもよるんですけど、 すごい今ピークで、私今じゃないですか、 今すごいラブラブ期だから。ラブラブ、うんうん、付き合いたての、うん、1年も経ってないぐらいだったら、うん、もう、あ、どうしよう、こそこそそう連絡取ってたりしたら、うん、とりあえずもう一発くらませます。一発くらませる。何をで、もうあれ、もう1ヶ月間ぐらい口聞かないです。あ、そうなんだ。ですか、ね、連絡だけで隠れてですよ、うん、無意味な会話、隠れての。今日天気いいねだったり。もう別れます。あ、別れるの。別れるかも、別れるはず、うん、1回で。違う、このだから意味のない連絡ですよ、内容がね、うん、でもほら、友達かもしれないじゃん。友達とやります。今日天気いいね、今日なんかどこどこ行ったら気持ち良さそうだね、なんてやります。友達と。やらないでしょ、ね、やらないね、うん、そういえばやらないね。うん、もう別れる、マジで、うん、厳しいな。で、これがまたこの熟年夫婦ぐらいの感じになってきたら、うん、顔を隠せば何でも OK だと思ってます。あ、だから僕はほら、もう熟年夫婦なんで。あ、そっか。そうそうそう。じゃあバレなければ、バレたら、うん、あのエッピぐらいからが浮気じゃないですか、うん、だよね。うん、もうね、熟年してればね、まあ、飽きてますよ、お互いに多分熟ね。思いません。飽きてますと僕はなかなか言えないですよね。そっか、どうしよう。あの、あれなんですよ、なんていうのかな、この浮気とかってあるじゃないですか、うん、
で僕めちゃめちゃ好き、なんていうの、もう大好きになるんですよ、うんうん、そしたら浮気されても許すはず。あー、これだから男の人の違いですよね。そうなのかな、浮気だったら別に許すはず、本当に俺に戻ってこれば、これば大体戻ってこないんすよね、女は浮気したら。そうだね男の、あっち方になるよね。男の人は戻ってくる、うん、あ、戻ってくるじゃないですか、浮気しても、うんうんうん、本当に浮気だから、うん、俺の女は女、うん、浮気相手浮気相手って、うん、なってるから多分そう言えるんですけど、うん、女の人はもう浮気も本気だから、だから許せないんだ、だから許せないと思います。あは、なるほどね、うん、僕実際さ行ったことありますもん、本当にあの、うん、多分矢が1回2回浮気しても俺許すはずよっつって、あ、行っちゃった、行っちゃった、じゃあやるでしょうね。して今も大変、今どういうこと。はい、そしてですね、あ、MTMR、うん、最近そんな感じのことあった、一応おかしくしてなかったけど、一応隠してなかったけど、はえ、隠せ隠せ、むしろアホか3、まあいいや。はい、そして大塚健二さん、はい、お、それは熟年の熟年夫婦の境界線はどっから、うん、になりますね。はい、これ年数が短くても、うん、熟年っぽい人たちはいるじゃないですか、うんうん、付き合った年数がね長いとかありますからね。でもずっと付き合ってもラブラブな人もいるし、そう境界線難しい、ね、相手に、うん、徐々に興味がなくなってきたらじゃないですか。そうだね、嫉妬もなくなるからね。なんか家族になったらって私は思ってるんですけども、うんうんうん、そうだね、本当にさ、うん、嫉妬がなくなるからね、家族になったらね、うん、なるんですよね。なる、怖いですね。しょうがない、しょうがない。ですね、うん、高松マリーさん、はい、デリヘルの女は許せるけど、うん、心の中の初恋は許せないって人もいるわけでああ、デリヘルか、どうですか風俗は。うん、まあまあハマらなければ、あ、いいんだ、そこはいいんだ、不思議だな。うん、でも隠してはダメだけど風俗はいいんだ。あの旅行に行っての隠して風俗だったらいいんですよ、もう一回きりじゃないですか、はいはいはい、で沖縄とかで行かれたら知り合いの可能性高いから嫌、うん、だ、知り合いの可能性高くねえよ。高いですよ、 あったという人いますもん。嘘、俺一回もないよ。嘘、うん、まああんまり行かないからね、うん、って感じですね。さあ、まだまだ境界線でお待ちしております、はい、メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。こっちに置いて、あ、いいや、いいや、バナバナミーノの真似ですね、言ってますよね、うん、いつも私実はミーノさんのファンでよく聞いているんですが、うん、なるほど。ということでですね、突撃あなたの朝ごはんということで、はい、早速電話してみてもいいですか。どうぞ。マナ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 、これパナパナじゃないんですか。マナ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 、はい、もしもし、はい、おはようございます。はい、おはようございます。おはようございます。突撃あなたの朝ごはんというコーナーなんですが、はい、おはようございます。はじめまして、 FM ギノワンから今電話かけております。今生放送中でございます。あ、はい、はい、お名前の方をお伺いしてもよろしいでしょうか。あ、普天間流坊店の、店長をしております、浅戸と言います。あ、浅戸さん、はい、はじめまして、登場でございます。ウエッチ店長から変わって新店長、はい、いつからですか浅戸さんは。はい、いつからですか。あ、9月の16日からこちらの方に赴任しております。9月16日、あ、じゃあもうキンキンで、はい、そうです ね、最近のことですね。はい、あ、どうですか新しく店長になった感じは。そうですね、やはりあの、まず皆さんの顔と名前を覚えるので必死です。あ、そっか名前覚えるの大変ですよ、人数も多いですもんね。そうですね、はい。あら、このコーナーはですね、浅戸さん、はい、朝ごはんを聞いて
ってしまおうという突然出まして、はい、いうコーナーなんですけども、はいはい、今日朝ごはん食べましたか？あ、はい、食べました。お、ちなみに何を食べましたか？ですね、パンとですね、はい、ヨーグルトですね。パンとヨーグルト。はい。なん、あの、リュウボウのパンですか？もちろんですよね。はい、そうです。さすが。何パンでしょうか？はい。はい、何、はい。リュウボウのですね、あの、ファミリーマートで発売してるパンになりますね。店内の方で、はい。あ、いいですね。ファミリーマートのパンを今、リュウボウさんで扱ってるんですか？はい、扱っております。はい、ファミマセレクトですか？そうですね、はい。あら、いいですね。すごい。ちなみにヨーグルトは何を食べましたか？明治のブルガリアヨーグルトこれ明治の宣伝になりましたね、今日ね。リュウボウにみんな多分買いに行くと思います。そうですよ。ありがとうございます。もう自分で言って大爆笑してますもん、浅戸さんはい、ということで浅戸さん、はい、何か今日告知などが、はい、あるようで。何かお得情報ありますか？はい、はい、告知のですね、ちょうどですね、もうあと、明日になりますと10月4日ですね、はい、ちょうど十五夜になりますので。あ、10月4日って十五夜なんですか？十五夜ですね、はい。それであの、はい、うちの方でもあの、はい、餅とかあの口揚げとか、取り揃えておりますので、ぜひご購入よろしくお願いします。あ、いいですね。十五夜セットが買えるんですね、リュウボウに行けばちなみにその十五夜セットはどんなあれが入ってるんですか？餅とか？あ、十五夜セットではなくてっていうことですか？あと沖縄でしたらもうふちゃぎとかですね。あ、ふちゃぎ、ね、いいですね、いいですね。はい、もうこちら沖縄のふちゃぎの方とか、黒糖入りとかですね、取り扱っておりますので、はい。珍しいですね、黒糖入り。そうですね、まあ数は少ないんですけど、はい、うん、買いに行きます、ぜひ。いいですね、それがお得な値段で買えるということでいいですか？はい、はい、大丈夫です、はい、いいですねさあ今日はですね、リュウボウでその、まあ、十五夜セットというか十五夜に合うようなふちゃぎとかお餅とか、はい、団子とか、団子とかも売ってますか？お団子とか。はい、ございます。はい、売ってます、はい。お団子とかもですね、お得に買えるということなので、皆さんぜひ、はい、はい、明日に備えて、明日ね、やっぱお月見しながら、はい、いっぱい引っ掛けながらっていうのがいいですね。はい、そうですね、はい、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。他にありますか、お得情報？あ、まあ明日の、まあ、十五夜もそうですけど、はい、水曜特のうちになりますので、うん、お肉とか2割引きとか、うん、アイスクリーム2割引きとかもありますので、ぜひその際にお買い上げの方よろしくお願いします。はい、はい、リュウボウさん、リュウボウ普天間では水曜日、お得位置ということで肉、うん、2割引き、そしてアイスクリームも2割引き、2割と、いいですよ。まあその他ね、いろいろとお得なので、はい、ぜひ皆さん、行きましょう、リュウボウで買い物。はい、はい、よろしくお願いします、ね、お願いします、はい、いつも安くて美味しいものを取り揃えておりますので、よろしくお願いします。はい、それでは、アスさん、これからまた、いろいろと朝ごはん聞いていくと思いますが、はい、はい、よろしくお願いします。これからこちらこそよろしくお願いします、はいはい、一度会いに行きますので、その際はぜひぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございました。それでは今日はゲストさんはリュウボウ普天間の浅戸店長でした。ありがとうございます。ありがとうございました、はい、いいですね。明日十五夜って、サッコさん何しますか？十五夜、うん、やっぱ月見る系ですよね。月見る系ですね。ですよね、うん、海でじゃあ餅、リュウボウの餅食べながら月見ます。いいですね、はい、それではここで曲をお届けします。銀トロさんのリクエスト吉幾三の豆腐。豆腐の日なかった。なかったんだ。なのでカチンバ4のクワトロの島豆腐おかけします。そうそう、うるさい、セクの嘘が半端ない。よく明日、シーシャーガウガウ、これシーシャーガウガウ、
あのないんですよね、こっちね。なんでシーサー買うの？あのシーサーあるじゃないですか、うん、あれを段ボールとかで作るんですよ、カンカンとか、うん、板とかで。そら、こうやってみんなでこうやってやってお金もらうんですよ。あれ15円にで中学生ぐらいまでやってるからめっちゃもらえるんですよ、2万ぐらい。とかもう飲み屋さんとか行ったら、うん、この日は別になんか大丈夫な、みんなピッピッてあげて、えげまたえっ、見てみて、シーシャーが奪う、こんなのです。ほんとほんとほんと、しかもあガチで、あジェットコインさん、すいません、ミンノーさんじゃなくてシージャーガール、違う、シーサーガウガウ、シーサーのじゃ顔真似してみて。作るんですよね。あ、え、それ獅子舞じゃないの？シーサーガール、違うみたいな。これなんて言ったらいいんですか？これ獅子舞だと思うってよ。違う、獅子舞でもない、ヒーザーガール。あ、ググって、シーサーガウガウ、出てこないと思うけど。え？だからなんか、いや、獅子舞だと思って。違う、よりがやってんだよ。あ、よりが、よりが、うん、よりが、あ、行ってない、行ってない、よりが行ってるさ、獅子舞だと思う。あ、あんた言ってるわけ、違う、シーシャワーだって違いますよね。とりあえず顔真似するの。え、じゃなんか、わかります？こっちからお金もらう。言って。ほら、とりあえず顔真似して。だから、シーサーガウガウあったの。すげえな。ググったんだ。はい、時刻は8時50分を回りました。さあ、今日のテーマは、はい、何ですか？今日のテーマは境界線。はい、境界線でございます、うん、さあ、メール来ております、紹介します。はい、エコさん、エコさんおはようございます。エコさん呼んで、俺ちょっと、はい、やだ。さき姫おはよう、チュ山ちんおはよう、いつもチューだよね、山ちゃんの後で。当たり前だろ、あんたエコザイルですよ。ね、スケベと変態の境界線はね、スケベが自分、変態が山ちんとモーミーだね。そう思う人は手を挙げてくだされや。はーい。あ、さき姫はドスケベの方かな、しかもド M。 あー、さき姫みたいなド M な彼女が欲しいな。じゃあ後からや。あのね、エコさん十分変態ですよな。あとモーミーさんは変態じゃないと思う、うん、あ、そうなんですか。え、山内さんは山内さんは、うん、山内さんも変態っていうかドスケベの方ですね。ですよね。ケツを追いかけて歩くみたいな感じあるじゃないですか。印象がしかますぐらい悪いですね。人のケツばっかり追いかけて歩くっていう。いや、あの悪い印象、悪いし、事実でもないですよ。僕ケツは追いかけて歩いてないじゃないですか。うん、いや、絡みづらい、どうしよう。今日絡みづらい。最近この人朝絡みづらいんですよね。はい、そして、さき子みたいなド M な彼女が欲しいって言ってましたからよね。どうですか？でも、あ、エコさん、うん、別にド M だと思うから合わないと思うよ、ね、ド M な彼女は。ド S 捕まえた方がいいはず。エコさんは、エコさん絶対ド M ですもんね。うん、 S 感じしないね。しない、全然しない、ド M。じゃあド S な彼女を見つけてください。はい、何これ、この何ですかね、このメールはね。でもさ、うん、女性でド S ってなかなかいなくない？いますよ、いっぱい。嘘。います。例えば、あのどっかのラジオ局で言えば、うん、M さんですね。 M さん、めぐみさんですかね。いやでしょ、 M みかんさん。はい、ド S ですね。なるほどね。そして FM 技能で言えば、うん、メグさん。あ、そうなの？どっちのメグも？ド S だと思いますね。へー、まあ確かにいじられたらイラッとしそうだもんね、あの人ね。うん、
ね、続いて続いて、うん、おはようございます。今日のテーマは境界線。はい、これ MTMR ですね。お、難しいなと思っていたけどこれでも大丈夫かな、うん、FM ギノワンが車のラジオで入るとこと入らないとこの境界線。あ、出た。裏添えでも聞けるところあるし、ギノワンなのに全然聞けないところもあるし、なんで？は？ここいいところの時にザザーって邪魔される。山内さんどうにかなりませんか？どうにかしましょうね。これ山内さんがいつも頭を抱えている問題でございます。そうそう、僕ね今ちょっと動いてるんだけど、そういえばあれだな、連絡するの忘れてたな。ちょっともう今日連絡します。そうですね、バタバタで忘れてました。あの調査をね今してて、リアルで言うと、うん、こうなんていうんですかね、うちのアンテナをちょっと強化できるかもしれないっていう今、うんうん、方がいて、はい、その人に調査をお願いしてるんですけど、その人も忙しくてなかなか上がってこないんですよ。だからちょっと催促してみます。はい、はい、それだと宜野湾市内はねある程度聞けるようになりますから。はい、はい、いいな。ありがとうございます。はい、続いて、うん、リクエスト、はい、ザ・稲妻大戦の応援歌いいですね。これ後であったらかけます。そして最近では、うん、お家の中で境界線がなくなってきているものはなんだ。ヒント、山内さんも数十年後もしかしたらありがたくなるのかもしれないね。え、何それ。最近でお家の中で境界線がなくなってきてるものはなんだ。おお、数十年後。ああ、答えね。なるほど、すごいですね。うん、どうぞ。答えは段差、うん、俗に言うバリアフリーってやつね。なるほど、あれがないおかげでスムーズに行き来できるのはありがたい設計だよね。昨今何もないところでつまずいたりしないよね。いや、昨今はつまずきますよね。そうなんですよ。これ誰でしょう、メール。これ石ころさんかな。あ、そうか、ストーンって書いてますもんね。メールアドレスが石ころさんか。あ、そっか、バリ、私転ぶんですけど。あ、石ころさん、そうそうそう、石ころさんです。でも子供とかいたらやっぱりバリアフリーの方がいいなって思いますよね、うん、そうそうそう。この子供、子供でも、いや子供は今から成長するしや。あ、でもほらこのバリアフリーのところに行ったら便利、このベビーカーとか、うんうん、マスオさん、昨今は人生つまずいてるからな。あ、そこか。何もなくても人生につまずく。そこか。まあ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 ね、つまずいたぐらいがいいんじゃないですか、人生一回は。でもつまずいた方がいいですよね。だって足あんまり綺麗すぎてもね。いや、綺麗な方が魅力ないじゃないですか。足は少しぐらいのガッサガサしてこう傷だらけの方が違う。違う違う違う。そんなあの足と今この人生をかけたんですか、比べました。はい、例えましたけど、うんうん、人生はつまずいた方がいいですけど足は別に綺麗な方がいいです、うん、はいはいはい。そしてトロンボンさん、うん、自分のところは FM ギノワン電波圏外。ごめんね、ごめんね、はい、そして私の天敵からメールが来ております。おお、いいですね、はい。山ちゃんがラジオやってるというから見てみたら、さきこいるじゃねえか、なんやねん、気分悪い。こっちも気分悪いわ。私荒れてますから今。そうですね、さっこね最近あれなんですよ、非常に荒れている。今ね付き合いたてで相当このラブラブで幸せなはずなのに、そして仕事も別に何の変わりもないだろうと。そうそうそう、ストレスがね半端ないんですよね。ハゲかけてるんでしょ。伝わります。はい、やさぐれてるからね。そうだからこういうねリスちゃんからのメールとか来たらねイラッとするよね。削除削除。MTMR 情緒不安定。そうなんですよ、あのこの今ね昨今がこうバンダナみたいなのやってるじゃないですか、はい、これなんでですか。はい、はい、はい、隠してる。いろいろ隠してる、いろいろ隠してるよ、いろいろ隠してるよ。ペアルックしなさい、石子さん、ペアルックしなさい。欲求不満、マンネリ、違う、もう別に彼氏の問題じゃないんですよね。人生っていろいろあるんですよね。彼氏が問題じゃないんですかね。違いますね。そうですか。女の子の日。
読むのって嫌だな。サリーちゃんと流れてるよってコメントしたら喜んでた。そっか、今日サリーさんだ、ちょうど。そうだね。そっか。しかもさっき女の子だから足は閉じて座ろう。なんでわかるんだろう。あ、ユーストで見てんじゃない？あ、ユーストな。ミントルさんは。そんな時は肉食いなさい。昨日肉食ったんすよ。何食った肉？豚。あ、料理してから。違う、もう焼肉とかさ、がっつりですよ。あさっこ、どんまいかっこ笑い。なんでそこチョイスしようなんですか。かっこ笑いが面白かった。女っていろいろ先見られるのは。10月3日火曜日、この時間は FM 宜野湾のスタジオから琉球新報沖縄タイムス八重山日報沖縄本島版より本日のニュースをお伝えします。まずは沖縄タイムス社会面から。第2次騒音訴訟団が発足、普天間2500人規模原告団目指す。アメリカ軍普天間飛行場の周辺住人が騒音被害の損害賠償などを求める。アメリカ軍普天間基地騒音被害第二次訴訟原告団が1日発足しました。およそ2200人の第一次訴訟を超える2500人以上の原告団を目指します。来年体制が整い次第提訴する方針。事務局は2日にもおよそ1000世帯に案内状を送り加入を呼びかけます。弁護団長は池田治、沖縄弁護士会前会長が務めるとのことです。続いて八重山日報沖縄本島版よりお伝えします。ラスベガスで乱射、50人が死亡。アメリカ西部ネバダ州ラスベガスで1日午後10時ごろ、男がホテルの上層階から近くの屋外コンサート会場に向けて銃を乱射しました。地元警察は2日未明、少なくとも50人が死亡、100人以上が負傷したと発表しました。地元テレビによると警察は容疑者の男を殺害、周囲の道路を封鎖するなどして捜査を進めています。続いて琉球新報の、総合面からお伝えします。独立賛成が9割、カタルーニャ住民投票結果。スペイン北東部のカタルーニャ自治州で1日に行われた住民投票は即日開票され、独立賛成が 90% を占めました。投票率は中央政府司法当局が投票所封鎖や投票所からの住民排除などの実力行使に出た影響で 40% 余りと伸び悩みました。カルラス・プチデモン州首相はカタルーニャは独立国となる権利を得たと勝利宣言。数日中に州議会が開かれ独立宣言するか、それが焦点となるとのことです。
以上、この時間は琉球新報沖縄タイムス八重山日報沖縄本島版より本日のニュースをお伝えしました。ねえ、エスパニョーラから離脱はしないと思いますよ。どんなかな、リーガはリーガでやっぱやるんじゃないかな。私これ一個も分からなかった。どういうこと？この書いてある内容が一個も分からなかった。サッカー、バルサガ、リーガ、エスパニョーラから。そう、マリさん、そうもいかないわけよ。あ、そういうことね。したっすよね、これ。ん？あ、あと全部ちょっとコメント、もう見た、そうそう、メールとコメント、ひふみさんからいいあれが来てた、うん、どういう時？エコさんの、うん、最高のストレスは男だな、今なら乗り換え OK よっていつでも受け付けるよじゃあ大塚健さんがさっきあの風俗のやつあったじゃないですか、うん、ハマるなら嫌だ、ハマりに行くのに、確かに、あ、うまいね、ハマりに、そのハマりにか、穴にハマりに行くってことですよ、あ、そういうことじゃないですかなんてことを言うの？違うか、最近全部そういう感じに言っちゃうんですよ。オフトークだからって時刻は9時6分を回りました。今日いいですね、ゆきさんがすごい夏っぽい、なんかセクシーですね。セクシーな夏の女性感がすごい溢れ出ていますが、はいはい、ということでですね、今日のテーマ、うん、今日のテーマは境界線です。今日のテーマ、境界線ということですね、はい、境界線、これ私ちょっと気になったんですけど、うんうん、ひふみさんから、はいはいはい、親切と迷惑の境界線は、あー来てたね、これ、うん、どっから出てしょうね、これがやられる人にもよりません、うん、私、うん、親切は、うん、さらっとやってあげるのが親切だと思うんですよ、うん、で当てつけがましくしてきたら迷惑になってくるんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、やってあげたよって言ったら、うん、ちょっと迷惑になります。私は難しいね、親切と迷惑、あのコンビニで、うん、こうなんていうの、並んでるじゃないですか、うんうん、で2つレジがあって、うん、僕の方が、あ、このこっちの隣のレジの方が早いのに、並んでるのが、うんうん、でも僕の方が早くなる時があるじゃないですか、はいはいはい、でその時は僕たまにあんまりにもひどかったら、どうぞお先ってやるわけ、うんうん、次どうぞとか、あるいはその
まあ、並んでる時にこのなんていうの、次の方どうぞっていうさ、うんうん、近くの方、はいはいはい、したら俺の方がレジには近いんだけど、こっちで待ってる人をどうぞってやるわけ、うんうん、したら大体いいですって言われるわけ、うん、あいいですよって言いますよね、うん、あれ困りますよね、困る、もう親切は受けてって思う、わかるアファーなるさ、わかる、なんだろうね、あ、私は一応やるよすぐ、あ、ありがとうございますって言うんですけど、でもさ考えたら俺も、あ、いやいやいいですよってやる、あ、やるんだ、うん、それは受けない、なんていうの、その方がちっちゃい感じがする、あ、本当ですか、うん、私おばあちゃんとかがよく譲ってくれるの分かります、うんうんうん、あ、特に私ちっちゃい子供連れてるから、うん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 、譲ってくれたら一応、うん、あ、ありがとうって言って、このおばあちゃんとすごい仲良くなるんですけど、レジの最中に、うんうんうん、けど一人の時はちょっと迷いますけどね、うん、一応ねえ、そんな分かります、そんなに物も、うん、こんな 1,2 個なのに、うんうんうん、これ譲ってもらっていいの、もうむしろ早く終われってことみたいな、じゃあ物はなんていうの、少ないから先どうぞっていうのもあるじゃないですか、うん、あ、早く終わるからもうパッとやってってとか、俺の方がいっぱいあるからとかね、うんうんうん、そういうのもありますからね、うん、これをね受けるか受けないか、また親切するかどうかっていうのもちょっと悩みどころなんですけど、うんうん、でも最近思ったのが、断られてもいいじゃんと、あ、わかります、親切拒否されてもした方がやっぱ気持ちいいからしようかなと、てかそれが押し売りになるかどうす、どうかですよね、やりすぎたらちょっと親切の押し売りになるじゃないですか、もうだから押し売りって思われてもいいかなと思って、押し売っていく、はい、逆に、逆に親切押し売っていく、うん、初めて聞きました、逆に何迷惑って思うんでしょ、うん、あれされたら、あんたのためだよ感出したら、うん、もうあんたのためだよ感をバンバン出していく、うわ、出していくんだ、でももうあれですよ、だから俺が昨今の運んでる機材とか持ったらもうすぐドヤ顔しますよ、きっどうだっつって、うーわ、持たないでって言いますね私だったらね、うん、マスオさん、親切は押し売ろう、そうです、だって譲ってくれない車とかイラッとするもの、そう最近多いわけ、うん、車譲られないとか、あなた絶対譲れないじゃないですか、時間ないときはね、いやいやいや普段からだろ譲りますよ、さつき今日聞いてるからえ、だって私、うん、だなんて言うんですか、私は言わないようにしてるんです、極力、よくだから私の周りで、うん、いやこれやったよ、わかんない、なんて言うんですかね、やったよ感あるじゃないですか、うん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 、あなたのためにやりましたよみたいなのを言ってくる人結構多いんですけど、うんうん、なんか、頼んでないで毎回思うんですよ、いいですいいです頼んでないって思うから、うん、私はもう言わないようにします、やってもちっちゃい子でやりましたって言います、言ってるし、あ、じゃあこれやったのって言ったら、うん、やりました、ちっちゃい声でやりましたって言うようにしてます、なんかあ、これはいやりましたよって言ったらすごい嫌な感じかなと思ってそうですか、まあ仕事においてはねまた別ですけどね、プライベートも、仕事もプライベートも、仕事においてはほら別にあなたのためじゃなくてその会社のためにやったよはいいじゃないですか、仕事は違いますね、そうそうそう、プライベートはでもすごい、うん、言わないようにして、あんたのためって、うん、極力ね、もうこれを、うん、これを超えたらか境界線、私の迷惑になる、親切か迷惑か、うん、そっか、僕は親切か迷惑か、どうだろうな、難しいね、難しいね、これはこれジェットコインさんが、うん、車は分かる、譲らない人は最初からなんとなく分かるって言ってるんですけど、うん、たまに、うん、めっちゃ分かります、もう車もド派手な、うん、すごい怖そうなお兄ちゃんが、うん、めっちゃ譲ってくれる時あるじゃないですか、うん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 、あれめっちゃいい人、しかもちょっと丁寧に手もちゃんとどうぞみたいな笑顔で、うん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 、あの時おって思いますよね、そう、あ、だから、あ、こんな人でもやってくれるんだっていう、あ、ないですか、最近はですね本当にあんまり譲られなくて、譲られなくて、そう、なんていうのかな、もうねこのイライラ社会が蔓延してるから譲ろうと思ってます、うん、高速とかもひどいんですよ本当に、うんうん、高速、あ、そっか、あの出口の入り口の方とか ね、 そ、 うとかね、そっか、うん、なのでねやっぱちょっとね、うん、
余裕を持っていきたいですね。はい、そしてメールが来ております、はい、読んでいいですか、はいはい、どうぞ。お久しぶりですね、宗先生、うんうん、先日中古の iMac を買ってから、うん、すっかり Mac にハマっています。おお、出た。私の境界線は、うん、平日休日問わず夜8時と夜9時というものは職場が閉まる時間とスーパーの誘惑の時間これは第一次境界線と第二次境界線。おー、かっこいいね。これね、今日決めてますね、ムーネ先生。ムーネ先生、決まるからね、またね。だからね。うん、はい、そして夜8時を過ぎると、うん、一日の疲れがどっときます、うん。その後、コーヒータイムをして、百均や本屋に行って頭の保養をしたい。アフター5ならぬアフター8の楽しみ。うん、そして昨今、うん、夜9時を過ぎたらスーパーの誘惑が始まるよ。ね、山内さん、うん、シールによる何パーオフ、何円引きの誘惑、私たちあれに負けますからね。特に疲れてるときはあれもこれも欲しくなる。美味しいからついつい買っちゃう。わかる。あー、わかる。私、うん、このスーパーの あれで言えば、誘惑で言えば、うん、聞く。もう聞く。貼ってるおばちゃんたちに、うん、おばさんこれ安くなるって聞きます。これ貼る、これ貼るって聞いて、払いよ、あのね、沖縄のね、うん、スーパーのおばちゃんは大体仲良くしてくれるから、うんうん、これ払いよ、あれがいいはずよっつって、これ貼るよ、今から早く買ってって言ってます、いつも。あと一周しておいでって言われる。はい、いいね、うん。お腹空いてる時にスーパーとかコンビニ行ったら大体買いすぎてしまうわけよ。で食べれなくなって、なんでこんなに買ったんだろうってなるんですよ、ね、そうそう、アホみたいっつってか。でももったいないから食べるさ、うん、してデブになっていくわけ。あ、で68超えるんですね。超えるわけよ。して68超えてるし、今までの苦労はなんだばってなるわけ。だから買わないようにしてます、最近。何割引きとかも。そうそう、うん、お昼すごい食べますよね。お昼ぐらいだね、だから食べるのは、うん、しっかりね、誘惑ね。でもさ、お昼も徐々に減らしていけてたんですよ、前まで、うんうん。昨日はね、結構久しぶりにがっつり食べましたけど、はい、その前までは減らしていって、うん、そしたらやっぱりね、あんまりいらなくなるんだよね。うん、うん。じゃあそれ境界線ですね。は？違う？違う。早っ。さあ、ここで、リクエストをおかけします。ラッチャンさんのリクエスト、アムラナミエで、はい、ベイビードントクライ。パンツ狭くなるわけよ。でもパンツが狭い方がいいんですよ。なんで？パンツ狭い方が魅力的じゃないですか。女ね、うん、男の人なんですよ。あ、そうなの、うん、なんでよ。なんか私はちょっとあれしていい？あの、僕の最近のこの話していい？境界線と全然関係ないけど、うん、は、全然ったらどれぐらい全然関係ないですか？境界線がコーヒーだとしたら、うん、今から僕が喋るのは、カレーぐらい。あー、似てるようで似てない感じ。いや、全然違う。あ、どうぞ。俺の今の例えが全然通じなかったんだな。ごめんね。コーヒーだとしたら、カツ丼ぐらい。あ、全然全然。言ってください。ちゃちゃ、オンエアで。すごい面白いわけ、最近。僕のこの環境が。お、うん。すごい。こんなに上げて大丈夫ですか？大丈夫なぐらいだ。うん。あ、大丈夫？隠して早く。バレるバレる。大丈夫です。いや、誰が誰か。皆さん、今日はもう仕事サボろう。みんなでサボったらもういいんじゃない？はい。みんなでサボ、もう1億人がみんなでサボったら、ラジオも聞かんし、聞かんし、テレビも見ないし、テレビも見ない。みんなでサボろうよ。でもさ、みんなサボって遊びに行くところがないですよ。みんなサボってるんだったら。したらさ、もう不便になって、やっぱ仕事って大事だねってなるかも。いいですね。ゆりちゃん来るってよ。
持って FM みんなに遊びに行こう。でも今日本当外回りだからやったね、ラッキーだな。でも本当に集金行くと、あ、じゃあ後で集金のやつも、じゃあ小座の昨日小座の方がやばいのに時間経ちすぎてるさ。そうだよ、行ってるか、全部終わった自分が。わかんないだろう、しっかりしないと。ちょっと聞いてみよう。よっしゃ、行こうか。はい、さあお送りしているのは安室奈美恵で Baby Don't Cry。 僕初めて聞きましたこの曲。嘘、これ、うん、え、これカラオケで、うん、ちょっとイケてる女の人が歌う定番みたいなやつじゃなかったでした。あ、そうなの。ちょっとこれ歌ったらモテるぞみたいな。あ、そうなんだ、うん、僕初めて聞きました、マジで。マジでうっさんだからやばい、おっさん。さあ、ですね、はい、まあ境界線なんですが、ちょっとねこの境界線ではない話を、まあ境界線でもあるかな、うん、最近ですね僕 UFO 見たじゃないですか。はいはいはい、すごいでしょこれ、うん、UFO 現れましたよ。でね、この UFO に対して全く信じない人がいるんですよ、うん、君たちみたいに、うんうん、でも考えれば考えるほど僕はやっぱりあれは UFO だったなって思うんですよ。わ、うん、かる、うん、あれずっと止まってたわけさ、パラシュートだったら落ちていくさ、ずっと止まってるんですよ、写真撮れるぐらい。不思議でしょまあいいや、 UFO 見たじゃないですか。はいはいはい。でなんと昨日、うん、また不思議体験、うん、うん、知らない、なんていうの、いきなりさ LINE グループ入ってるわけ俺、うん、急に昨日ちょっと飲んでる時にパッて見たら LINE グループ入ってるわけ。なんかこれっつってメンバー見たら誰も知らんわけ誰も繋がってない、うん、うん、分かる、一人も友達がいないんだよこの LINE の中の。なのにグループに入ってるわけで、招待されましたもないわけ、うん、怖くない？怖い。まさに僕も今境界線ですよ。何の何の分からん、ま、ラジオなのにこの間怖くない最近。え、ずこの人たちに一人ずつにメッセージ送ってみたらいいんじゃないですか。嫌、うん、だ、もう退会したよ、もったいない。でさ、うん、このグループの中の人たち一人しか退会してないわけ、わかる。ああ。普通さ知らん中とかだったらみんな退会するさ、うん、なんかこれっつって、うんうん、一人だけだわけで俺が二人目意味わからんくないこれ。すごいですね。すごいでしょ。どうですかこの境界線、この現実とオカルトの。あ、世にも奇妙でよくありそうなやつですね。そう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 、あ、多分ねこれからまたいろんな僕周り事件が起こっていくのかなと思うとちょっと恐ろしいっすね。でも私思うんですけど、うん、自分がこの世にも奇妙な世界みたいな境界線にいても気づかないんでしょうね、うんうん、あなたはね。私は急にしてこんな悲しい音楽流しますじゃあこれはあれです、カズキチ、中野町のカズキさんのリクエスト、はい、浜崎あゆみシーズンズをかけながら、はい、エンディングを、エンディング迎えるわけですが、はいはい、最終的にこの僕のこのオカルトチックな話で締めましたが待って、まだまだ3分喋らせてくださいどうですか。そっか、怖いですね。一応でもなかなか体験できなくない、こんな短い間に UFO とこのだから、まず UFO はあれ UFO じゃないんですって。じゃあ何ですかあれは。浮遊物です、海の。いや完全に浮いてるでしょ写真見たでしょじゃああれですよ。何、違う違う、あれは何だから。船、船違う、だから浮いてるんだって。浮いてるように見えるんですって。見えないでしょ。うん、あのほら水平線があるでしょ、はい、あれより上にあったんですから。遠くだったら上に見えますよ。じゃあ、あの水平線の上にあったんだよ。うん、だから上に見えますよ。いやいや苦しいね。
違う違うだってみんな、うん、みんな、うん、山内さんが UFO って叫んでるから、うん、みんなで見に行ったじゃないですか、うんうんうん、みんななの果てなのか、うん、首がみんな、うん、違う違う違う、みんなさ受け入れるあれがないわけよ、 UFO なわけないと思ってるから。なんでなんで、私すごい UFO 好きですよ。違う違う、でもさ、まさか UFO じゃないと思って見てるわけですよ、うん、でしょ、どっかで否定するわけですよ。これはまさかこんな簡単に UFO 現れないと思ってるわけ、みんなだからです。この UFO にしても LINE のこのグループにしてもおかしいじゃないですか、明らかに。じゃあ何ですか、これはもう宇宙人の仕業ですか。だと思います、僕は。ついに、あ、じゃあ送ってみましょう、あれに。じゃあもう退会したんだって。あ、違う違う、あの UFO の写真だからさ、これ実はツイッターに上げたんですよ、はい、したらオカルト専門家から来てるんですよ。詳しい情報状況をお聞かせくださいみたいな、うん、だからこれ送ったんですか。うん、なんかそういうのは嫌だなと思って。怪しいから。怪しいではないけど、なんか、じゃあやってみましょう。難儀だな。あ、やってみましょう、やってみましょう。嫌だ、なんか、なんかさ、そういうのは嫌だ。どういうの。はい、トロンボーンさんから、うん、今日もお疲れ様でした、うん、ここでの会話小座曲に続け。え、なんで、なんで銀トロさんがバラしてんの。さっきねサリーさんの曲かけたらね、サリーさんが喜んでたということで、うん、これからいっぱいサリーさんの曲をかけて。そうですね、はい、今度遊びに来てもらおうという作戦でございます。あ、そうだね、たまには来てもらいたいね。トレード、あ、トレード制である、ね、うん、面白いかもね、うん、トレード誰と誰、サッコーと、あ、でもミーノーさんが戻ってきた時のサリーさんとミーノーさん。あ、いいね、美人の交代だったらみんないいですよね。サッコーとメイグーの交換とかしてみる。私とメイグーさん、うん、誰が喜ぶんですかこれ。誰が喜ぶのこれ。喜ぶか、小座のメイグーさんと私を交代。交代で、私別に喋る方でもないから、ただミキサーが違うだけ。誰も喜ばんさ。ということでですね、お時間がもう迫ってまいりましたので、またですね来週お会いしましょう。そして明日をですね、ミーノーさんが、そうです、明日久々ミーノーが来ます。はい、皆さんぜひ聞いてください。それではお相手はサッコーと山内でした。ありがとうございました。さよなら、さよなら。美人の交代なら納得ですよね。いいですね、このね、全然この話しなかったな。境界線全然しなかった。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあトレードちょっとやってみましょうか。面白いかもね。いいですよね、うん。